流山鉄道港日系豆総鉄道移籍後の16号。三島町駅1908から1914年、北海道炭鉱鉄道15号型蒸気機関車は、かつて北海道対行鉄道に在籍したタンク式蒸気機関車である。なお、この形式名は便宜的に付したもので、実車は北海道炭鉱鉄道で形式称号が制定される以前に売却されたため、 形式を付与されていない。本形式を波形、二代目15号を波形とする文献があるが、これは誤りである。本形式は1890年8月に、アメリカのボールドウィン・ロコモティブワークスで2両を製造したものである。メーカーにおける種別故障は8から12 1 2置、4C、車軸配置2から4から2のサドルタンク機で、番号は15、16であった。 携帯的にはアメリカ古典型で運転室は木製第二環道上に蒸気ドームを設けており、その前後に砂箱を有した。仙台車、受台車ともビッセル式であったが、重輪は外側大枠式であった。北海道炭鉱鉄道では室蘭線、空地線の着工に合わせて発注され、両線の岩見沢付近で建設に使用された。工事完成後は、 入れ替えや小列車の運転に使用されたものと推定される。本形式は元より小型である上、先は重輪を有するため軸重が過小で、なおかつ、シリンダ引っ張り力も小さかったため、入れ替え用にはより強力な機関車を導入するつもりで、早くから上渡先を物色していた。1898年には、 豆荘鉄道の開業用に二両と模様とされ、番号は変更せずに使用された。同年には、早くも、欠番を埋める二代目15、16が製造されている。豆荘鉄道は、経営不振により、伊豆鉄道、寸津電気鉄道、富士水電、寸津鉄道と、事業譲渡や合併を繰り返したが、1918年の電化により、用途を失い、 1924年に流山鉄道2乗とされた。両機は番号もそのまま前後端張りのカウキャッチャーが外された以外は大きな改造も行われず、ほぼ原型を保ったまま長らく使用された。廃車は15が1937年、16が1938年である。ありがとうございます。